サザン鉄道、サザン鉄道、サザン鉄道は1923年から1947年まで存在していたイギリスの鉄道会社である。1921年鉄道法で成立した4大鉄道会社の一つであり、ロンドン以南のイギリス海峡、県と南部沿岸、南西部方面への路線を有した。ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道。 LMS 鉄道、ロンドンノースイースタン鉄道、ルナー、グレートウェスタン鉄道、GWR の各社と並ぶ4大鉄道会社の1である。路線網はロンドン以南のイングランド南部に集中し、ロンドンの南部から南東部方面は事実上の独占となる一方で、南西方向へは GWR と競合していた。4大グループと比較して、サザン鉄道は、 営業範囲が最も狭く、かつ旅客輸送が大半であった。ロンドン周辺の通勤需要が高く、国内一の人口密度を有する地域に路線を持ち、また、ロンドン南部は、地質的に地下鉄が適さず、近郊鉄道が緻密なこともあり、全イギリスの旅客輸送量の4分の1以上をサザン鉄道が占めていた。サザン鉄道は、 広告戦略で特に成功した会社であった。1924年にあまり評判の良くない宣伝をしてしまった後、ジョン・エリオットが宣伝担当に任命された。第二次世界大戦前までサザン鉄道が高い評価を受けることができたのは彼の活動によるものであった。宣伝キャンペーンは鉄道の近代化計画の広報と南部。 南東部への休暇旅行の促進活動の組み合わせでできていた。サニー・サウスサムという言葉が大衆にとってサザン鉄道のサービスと強く結びついていた。また、ケントで満足な生活をライブイン、ケントビーコンテントというキャンペーンにより、ロンドンから外部への移転を促進してサザン鉄道の通勤輸送の需要を増加させた。 サザン鉄道を構成した主な会社は以下の通りである。路線長は総計2186マイル3518キロメートルあった。完全なリストはお参照。比較的狭い範囲に輸送密度の高い通勤路線を有するサザン鉄道は電化を積極的に行った。四大鉄道会社の中でも一路線しか電化路線がなかった。 グレートウェスタン鉄道と比較すれば明白である。合併前のロンドン地域の一部路線を電化していた LSWR と LBSCR の両社では電化方式が異なり LBSCR は6 6 0 0ト交流架空電車線方式ミッドランド鉄道がランカスターモアカム試験線で使いたのと似た方式 LSWR は直流6 6 0トの 第3機乗方式であった。合併後に2つの方式が比較され、LSWR の第3機乗方式に集約された。ロンドン南部の多くの路線と、ブライトン、イーストボーン、ポーツマスへ向かう長距離路線が電化された。1931年に開始されたこれらの電化は、世界で最初の近代的な本線電化であった。かつてのサウスイースタナ チャタム鉄道の区間については、近郊区間のみが、サザン鉄道によって電化された。続いて、ケントへの長距離路線、さらにサウサンプトンボーンマス路線も電化が、計画されたが、第二次世界大戦によって中断し、実際の電化は、それぞれ1950年代後半と1960年代前半のことであった。当初は電車のみが使用されていたが、後に、 電気機関車と電気、ディーゼル両用機関車が開発されている。第二次世界大戦中は、サザン鉄道の営業範囲は、前線となった。戦前は、旅客75%、貨物25%の輸送量であったが、戦争勃発後は、貨物列車の輸送量が6倍と、大幅増加し、旅客輸送量は横ばいながら、割合は、旅客は40%に下がり、 貨物は60%を占めるまでになった。貨物輸送用の機関車が大幅に不足したため、主任技師、CME、チャイのメカニカルエンジニアのオリバーブレードにより、91系蒸気機関車が設計された。91型は、車軸配置0から6から0で、同時期のイギリスの蒸気機関車としては最も強力であった。40両が製造された91型により、 貨物輸送力は大幅に改善し、かつての通勤路線を通じた軍事物資、兵士の輸送を貢献した。戦争で疲弊したサザン鉄道は、他のイギリスの鉄道網と共に1948年に国有化された全国規模で統括するイギリス国鉄となり、サザン鉄道の区間は主に南部局の管轄となった。戦争でロンドンとケントの多くの路線が被災し、 車両も多くが被災するか修理を要する状態であった。国有化の時点で、サザン鉄道は大規模な修復、更新を行っている状況であった。サザンの名は、サウスセントラルのブランド見直しにより2004年に、サザン、サザンとして復活した。かつての LBSCR のルートで、ビクトリア駅とロンドンブリッジ駅から、南ロンド、サリー、サセックス方面にへ運行している。 サザン鉄道の蒸気機関車は、基本的に入れ替え機は黒一式だったが、貨物機と貨客両用機は黒地に緑の帯を巻いていた。貨物機に帯があるのは四大支鉄中ここのみ。旅客機は緑地に黄色の帯を巻いていたが、地の緑は時代によって違い、1937年まではオリーブグリーン、それ以後はやや明るいマラカイトグリーンになった。客車は、 この前後ともにオリーブグリーンであった。内装はしばしばサンシャインイエローが採用された。駅はグリーンとクリームで塗装された。イギリス国鉄サザンリージョンでもグリーンは主要塗装として使われたが、いくらか地味な色合いとなった。サザン鉄道の主要路線は三つの地域に分けられる。サザン鉄道の路線網はデボンやコーンウォールへも伸びており、この地域では グレートウェスタン鉄道の方がより路線網を広げていたのでサザンのしなびた腕、でサザンスウィザードアームなどと呼ばれていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。